質問されております。大成市場の有馬先輩と申します。まもなく大成市場の有馬先輩と申します。到着する予定です。今日も練習の方頑張ってまいります。よろしくお願いします。ちょっと足技を。はい。難しいんですよね、あれ。ああ。違う角度からすごく大事になるので、引っ掛けて突き上げたい、うん、で下がるように下に下がるように、はい、まあ、グッと下に下ろして、つま先をこうちょっと上げてあげて、うん、骨がちょっと平らになってる部分が押し上げて入ってあげる。いやいや、めっちゃ分かりやすいぞ、うん、ハンドルを回すイメージで、うん、まあ、今日の稽古で散々やられましたけど、俺も風紀先生も、ゴールデンとかに気にかけると分かりやすいと思います。あ、確かに、うん、例えば東海大の、うん、73キロ級で金メダルとった中谷力って、はい、普通だったらこれ引っ掛けて、うんうん、あの人とちょっとランドリーやってて、うん、びっくりしました、うん、あの人がこうやってマジでわーすごいね、それすごいね。すいません、名前をあのすいませんって入れとくわ、ちゃんとテラップ大成チャンネル。前回の続きで、ちょっと足技を、はい、まあ、簡単にちょっと説明させて してもらおうかな。そう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 、ね、うん、あれをちょっと説明していただきたいなと思います。はい、はい、あんまり硬くならないようにお願いします。難しいんですね、あれ。ああ難しいよね。まあできるだけ、はい、分かりやすくというか、はい、簡単に説明します。お願いします。僕は基本的に相四つに僕は使うんですけど、はい、この出てる足が邪魔だなと思うときに、はい、小内刈りでもいいんですけど、はい、なかなかコーチ狩りだと相手も反応してくるので、うんうん、違う角度から足を下げさせるっていう時に使います。はい、で、これ今の、まあ、足技なんですけど、うん、足技なんですけど足が大事っていうよりかは、はい、上半身がすごく大事になるので、上半身の崩し、はいはい、まず引き手は相手の肘に自分の拳を引っ掛けて、はい、こう下から上に引っ掛けて下から上に、相手の脇がこう開くように下から上に突き上げたい、うん、で、釣り手側は相手の頭が下がるように下に、もう一回いいか、下にこう下がるように、下がるように、はいはい、なんで使う、僕が使う場面としては相手が自分の釣り手をこう殺そうとしてきて頭が下がってる時にこう振ってあげるときによく使うんですけど、はい、こうやってなってる時に上半身は崩してる、手は下から上に、釣り手はもうちょっと上に上げようとしてあげると相手がグッて下に下ろしてくるので、うん、まあ、そういう力を使って振ってあげる、うん、でこの崩しをすると相手はこっちの足に重心がかかることになるので、はい、こっちの足は、まあ、重心がかかってない浮いた状態になるので、うん、その状態を作った上で内側から払ってる、うんうん、ちょっとこっちからもう一回取らせてもらっていいですか。はい、今払うって言ったんですけど、はいはい、払うっていう表現あんまり合ってないというか、うん、押してあげるって感じ、押してあげる、当てて押すっていう感じです。うんうん、こう足がこうやって伸びる方法っていうのはこれはちょっとできない、間違ってるというか、うん、引かなくて、うん、使い方としては、まあ、
つま先をこうちょっと上げてあげて、うんうん、そうすると足首が90度で固定されると思うんですけど、うんうん、この固定された足首を相手のこのすねの骨がちょっと平らになってる部分があると思うんですけど、はいはい、ここにフィットさせて、フィットさせてこのまま押すって、はいはいはい、なんでこう払うっていうかは、うん、押し込むっていう、うんうん、イメージです。こうやって押し込む。だからつま先が先に出るというか、つま先と膝が同じ位置にあるというか。こういう足の運び。はいはい。で崩して、うん、こっちを押してあげるので。崩れたところにあのランドリーでも、うん、僕がちょっと投げてるシーンであると思うんですけど、支えとかで投げにつながる、あ、はい、投げにつながる、あ、はい、他にも、まあ、こうしてあげて入ってあげるとか、うん、入ってあげるとか、うん、まあ、いろいろこの足が邪魔だから入れなかった技とかが入れたりするっていうわーところですね、はい、ありがとうございます難しいいやいや、めっちゃ分かりやすいぞ、うん、今回も足だけでやろうとすると、はい、当然相手も重心はかけてるんで、うん、こう詰まっちゃうとか、そうそうそう、俺がさっきやった時にそうなってしまったことがあるんですけど、うん、これこうハンドルを回すイメージで、うん、崩して結構重心がかかってない瞬間から、うん、重心がそっち、ああそうだね、そっちに移ることで足が押しやすくなるっていうか、そうです ね、はい、うん、重心が右足に移ることで、で押し込むって言ったんですけど、うん、実際ランドリーとかで使うときは、うん、押し込みつつ最後こうピンと押し、払ってあげるというか、ピンっていう感じ、そうだね、伸びすぎるとくっついてることはできないんで、あ、最初の動作は押すんですけど、最後は払って押してあげる、あ、払って押してあげる、あ、実際は、まあ、これぐらい相手が下がるこうなんですかね、シーンになる、はい、払って最初に押して払って、押して払う、うん、押して払う、うん、ひねり押して払う、つなげる、相手が釣り手を押さえようとしてくれればしてくれるほど結構かかったりする、うんうん、そうだね、負荷がそっちにかかればかかるほど、うん、でもっとかけるためにこうちょっと釣り手を上げる振りとかして、あ、相手がプレッシャーかけといて、うん、押さえようとした力も使って、あ、まあ今日の稽古で散々やられましたけど俺も風紀先生にやられました、難しいよね、うん、受け取って今回もどうですか、
は、うん、それでは皆さん、次回もお楽しみにしておいてください。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。大成チャンネルです。よろしくお願いいたします。それではまた。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。脱力してうわめちゃめちゃ肩みてえだなすげえ切れてる全身の力を抜いて下にこう下に落ちるイメージをとろけるようなとろけるようなイメージを作って相手の足に落ちてあげる、はい、足に落ちてあげるね。よ